私物は全部持っていきますから。当たり前だよ、さっさと出て行け。どこまでも夫の味方の義良心、悪いことをしても夫を咎めないことに私はもう我慢の限界だった。引っ越し業者が荷物を積み終えてトラックが発車する。それを見送った後、私は車に乗り込んだ。どういうこと？お母さんたちには全部伝えてるから。そんな。絶句して膝から崩れ落ちる夫を横目に、私は車を発進させた。私の名前はのぞみ、31歳の会社員だ。夫の正人とはもともと同じ職場で働く同僚だった。正人は私よりも3歳下で、新入社員として入ってきた彼の教育係を私が務めたことが出会いのきっかけだ。最初はもちろん仕事を教えることに必死で、恋愛感情なんて一切なかった。だが彼が独り立ちしてから、少しずつ私たちの距離が縮んでいった。そして正人は入社をして5年ほどが経った頃、別の会社に転職をすることになった。その時に彼は私に告白をしてくれたのだ。私も彼のことが気になっていたし、離れ離れになるのは悲しいと思っていたから、告白されたことはとても嬉しかった。もちろん答えは OK で、私たちは付き合うことになった。それからは順調に交際を続けていった。仕事後に食事に行って、お互いの仕事のことを話したり、休みの日にはいろんなデートスポットにも行った。それから交際を始めて1年が経った頃に、私は彼からプロポーズをされた。俺は初めてのぞみを見た時から、この人しかいないって思っていたんだ。そしてこうやって交際を続けていっても、その気持ちは変わっていない。これからも、俺はのぞみとそばにいたいと思っている。だから、俺と結婚してください。年下らしく勢いのあるプロポーズに、私はとても胸がキュンとした。そして彼のことが大好きだったので、もちろんプロポーズを承諾。こうして私たちは結婚することになった。それからお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせを済ませて結婚式も挙げた。これから幸せな結婚生活を送れるとそう思っていた。結婚して最初の頃はとても幸せだった。夫はちゃんと家事を分担してくれるし、休みの日も一緒に映画を見たり、ショッピングをしたり、ドライブをしたりと、充実した時間を過ごすことができていたと思う。それから私たちは部屋が狭く感じ始めていたので、結婚して半年ほど経った頃に引っ越すことにした。いろいろと物件を見ながら、今後子供ができた時のことを考えて、広めの部屋に住むことにした。休みの日はだいたい物件の内覧をしていた。そして何件か夫とピックアップして、二人が一番いいと思った部屋に決めた。少し家賃が高めになったが、それでも満足のいく部屋を決められたと思う。実際に引っ越しを完了させて住み始めると、ものすごく快適だった。システムキッチンだから毎日の料理が楽しいし、部屋も一つ一つが広い上に部屋数も多いので、ものすごくゆったりとできる。夫も大満足のようで、毎日幸せそうにしていた。そんな風に幸せな日々を過ごしていた私たち。だが、そんな私の幸せはその後少しずつ崩れていくのだった。ある日、義良心が私たちの新居を見たいと言って遊びに来た。義良心は私たちの部屋を見て、とても驚いていた。わあ、ものすごく綺麗ね。それに部屋も広いわ。すごくいい家だな。そうだろう。本当に住み心地がいいんだよ。夫は鼻を高くして、誇らしげにそう答えていた。私もそうやって義良心に部屋を褒めてもらえて嬉しかった。だがそれから少し経ってから、義良心から夫のもとに連絡が入った。同居したい。私は夫がそう聞き返しているのが聞こえてびっくりした。
まだ私たちは結婚してから半年ちょっとしか経っていない。それにこの部屋に引っ越してきて、まだ1ヶ月も経っていないのだ。そんな状況で同居なんていうのは無理がある。さすがにそれは夫も断ってくれるだろう。私はそう思っていたのだが。ああ、まあ、望みが大丈夫か聞いてみるよ。で、夫の発言に私は耳を疑った。そんなの断るに決まってるじゃないか。っていうか、お前が最初から断っておけよ。そう心の中で突っ込みながら、夫が電話を終えるのを待った。どうしたの？お母さんたちからの電話？ああ、なんかこの部屋で同居したいんだってさ。え、なるほど。義実家ではなくこの部屋で同居をしたいっていうのか。だが、私はそれでももちろん嫌だった。別に義両親が嫌いとかそういうわけではない。しかし、まだやっぱり夫婦だけでの生活を楽しみたい。どうして同居したいって言ってるの？なんか実家の家が古くなってきて、修繕費とかがものすごくかかるみたいなんだ。だからそれなら俺たちと同居した方がいいんじゃないかっていう話になったみたい。なんだそれ。全部自分たちの都合じゃないか。まだ介護が必要になって、私たちのサポートが欲しいとかなら同居したいという理由としてわかる。だが義両親が言っている理由は、単純に費用を抑えつついい部屋に住みたいっていうだけじゃないか。私は反対だな。え、どうして？だって私たち、まだ結婚してから半年くらいしか経っていないんだよ。それなのにもう同居なんて考えられないよ。私がそう言うと夫は険しい顔をした。さっきの俺の話聞いてた。父さんたちは家の修繕費が高くなるから困ってるんだよ。それは聞いたわよ。だからって息子が住んでる部屋が綺麗で広いから同居しようっていうのは違うと思うわ。高くても修繕費を支払うか、家を売ったりリフォームしたりとか、自分たちでまずは解決してほしいんだけど、私はここで引いてはいけないと思い、正直に自分の気持ちを答えた。だが夫はそれに対して怒ってきた。のぞみがそんな薄情なやつだと思わなかったよ。普通は旦那の親が困っていたら助けるのが嫁ってもんじゃないのか。なんだその理屈は。じゃあ、あなたは同じ状況で私の親が同居をお願いしてきたら同居するの？俺はいいと思うよ。え？だってのぞみの親が困ってるんだろ。俺はのぞみと違って拒絶することはしないよ。果たして本当だろうか。私を悪者にしたいから、今は口でそうやって言ってるだけじゃないのか。本気で私の親が同居したいと言ったら、承諾するのか。結局煮え切らないまま話は終わってしまった。一応私の気持ちはちゃんと伝えたし、また同居について相談をされても私は断ろう。そう心に決めた。だがそれから数日後の休日に、いきなり義両親が家にやってきた。しかもその手には大きな荷物があったのだ。ふう、重たかったわ。私たちも年を取ったということだな。母さん、父さん、お疲れ。ここが母さんでこっちが父さんの部屋だから。私は目の前で何が起きているのかわからず、しばらく固まっていた。そしてハッとした後、すぐに夫を引っ張って問い詰めた。ちょっとこれどういうこと？母さんたちと同居するんだよ。私反対したじゃない。母さんたちが困っているのを放っておけないんだよ。俺は亭主なんだから、この家のことに決定権を持ってるのは俺だ。母さんたちと一緒に住む。これは決定事項だから従え。夫は無理やり義両親との同居を決めてしまった。信じられない。まさか夫がこんなことをしでかすなんて。義両親は当たり前のように自分たちの荷物を部屋に運んでいった。
しかももともと部屋にあった私のものなどを雑に避けて、自分のものをしまい始めた。ちょっと、そんな乱暴に投げ捨てないでください。片付けてないあんたが悪いんでしょ。私たちが住むんだから、きれいにしておきなさいよ。そう言って私を睨みつけてくる義母。こっちは今同居を聞かされたんだよ。無理に決まってるだろ。私は腹が立ちながら自分のものを回収した。それから義両親は当たり前のように私に命令をしてきた。荷ほどきで疲れたから早く飲み物を用意してちょうだい。私のも頼む。こういうのは言われる前に嫁が用意しておくものだろう。ぐちぐちと私に文句を言ってくる義両親。何当たり前のようにここに住んでるんだよ。しかも私を家政婦のように扱ってきやがって。義両親に対してはもともとそこまで悪い印象は持っていなかったが、今の態度で一気に嫌いになった。そしてどうして私への態度が冷たくなったのかすぐに分かった。どうやら夫が義両親に私が同居を反対しているということを話したらしい。それで義両親は私に腹を立てているそうだ。だが私は至極当たり前の反応をしただけだし、そもそも腹を立てているのはこっちだ。無理やり同居を決めて勝手に住み始めるなんて、まともな人がすることではない。しかし荷物を運び終えてしまった以上、すぐに追い出すこともできなかった。それに苦労して選んだこの部屋を私だけが出ていくのは、なんだか負けた気がしてとても腹が立つ。だから私は、どうすれば一番いい形で義実家の人たちを懲らしめることができるのか考えるようにした。こうして望んでもないのに始まった私たちの同居生活。義両親は遠慮などなく好き勝手に暮らしていた。冷蔵庫の中の食材も自分たちの使いたいように使ってしまうので、晩ご飯で作ろうと思っていた料理が作れずに急遽メニューを変えなきゃいけないということが多々あった。さらには家の掃除もしてくれないので、部屋がすごく汚れるのだ。まだ夫と二人で生活をしていた時は、お互いに日中は家にいないからそこまで汚れることがなく、休日に一気に掃除をするだけでも十分に綺麗さを保つことができた。だが義両親は日中ずっと家にいるので、当たり前だが家の中は結構汚れてしまう。それなのに一切掃除をせず、私にやらせようとしてくるのだ。家事は嫁の仕事だろ。どうして私たちが掃除をしなきゃいけないんだい。何を言ってもそうやって全部私に押し付けてくる義両親。この人たちにとって私という存在は本当に家政婦のようなものなのだろう。だが私も言いなりになるつもりはなかった。だから掃除は必要最低限しかしないし、持っている自動で掃除をしてくれる家電に頼った。それについて義両親が文句を言ってきても無視。そして部屋は自分の部屋しか掃除をしなかった。本当にどうしようもない嫁だな。マサトがかわいそうだわ。そうやって怒る義両親。そして夫も、母さんたちの言う通りだ、お前は嫁失格だなどと言って私を罵倒してくる。私はとことんこの男と結婚をして失敗したなと思った。だがそんな中、気になることが出てきた。それは夫の帰りが急に遅くなりだしたことだ。夫は残業だと言っているが、あまり疲れている様子はない。しかも普通なら匂わないはずの石鹸の香りとかが、残業から帰ってくる夫からしてくるのだ。これは絶対に残業じゃないなと私は直感的に思った。そして更新所に調査を依頼することに。すると夫は私の予想通り不倫をしていた。しかも自分よりも5歳も若い女性とだ。どうやら相手はキャバクラで働いているらしい。私は呆れて物も言えなかった。どこまで夫は自分勝手なのだろうか。
だが逆にこれについては夫に感謝しなければ。夫が不倫をしてくれたおかげで、私はものすごく有利な状態で離婚をすることができる。私はすぐに弁護士を雇い、離婚の準備を始めた。その間も義両親は好き勝手に生活をしていた。義父はすでに定年退職をしているので、毎日のようにゴルフに行っているようだ。部屋には大量のゴルフクラブがあった。そして義母は義母でしょっちゅうお友達とお茶会をしているようで、そのお茶会のために着るブランド服をよく買っている。あんなに浪費をして大丈夫なのだろうかとちょっとだけ思うが、私には別に関係ないので特に何も言わない。それから私は新しく住む部屋なども決めて、弁護士との話し合いも進めてようやく離婚の準備が整った。これであとは夫に離婚届を突きつけるだけだ。だがそう思っていた時に、ちょうど夫は出張に行っていた。まあ本当に出張なのか怪しいところだが。仕方ない。夫が帰ってくるまで少し我慢するか。そう思っていたのだが、その日の夜にまさかの出来事が起きた。私はその時お風呂に入っていたのだが、上がって居間に飲み物を取りに行くと、義両親が鬼の形相で私のことを睨みつけてきたのだ。よく見るとテーブルには、私が用意していた離婚届が置かれていた。おい、これはどういうことだ？え、ちょっと勝手に私の部屋に入ったんですか？離婚届がバレたことよりもそっちの方が嫌だった。そんなのどうでもいいでしょう。いや、どうでもよくない。どうして離婚届を用意してるのよ。義両親は顔を真っ赤にしてそうやって聞いてきた。仕方ない。先に義両親には話すか。私は夫が不倫をしていることを伝え、それが原因で離婚をするつもりだということを説明した。すると義両親は驚きの発言をした。なるほど。あんたは捨てられたってわけね。今よりも若い子が息子の嫁になってくれるのか。全然そっちの方がいいじゃないか。そう言ってヘラヘラと笑う義両親。本当に最低だ。そして義両親は私にすぐに出て行くように言った。もちろん出て行きますよ。ですが引っ越し業者に依頼をしなければいけないので、少しだけ待ってください。私物は全部持っていきますから。当たり前だよ。あんたの荷物なんて邪魔でしかないんだから。なんなら息子が出張から戻ってくる前にいなくなってほしいくらいだよ。さっさと出て行け。どこまでも夫の味方の義両親。悪いことをしても夫を咎めないことに私はもう我慢の限界だった。絶対に痛い目に遭わせてやる。私はそう思いながら引っ越し業者に連絡をした。運よく2日後に来てくれるというので、私はそれでお願いした。引っ越し先の部屋はすでに契約済みで、いつでも移り住めるようにしている。私が2日後に出ていくことを話すと、義両親は、それじゃあ1泊2日で温泉にでも行ってくるから、そのうちに出て行って、と言った。こちらとしても義両親がいないことは好都合だ。私は一人の状態で引っ越し業者の対応をした。邪魔者がいないので、サクサクと荷物を運ぶのが進んでいった。引っ越し業者が荷物を積み終えてトラックが発車する。それを見送った後、私は車に乗り込んだ。すると、ちょうど夫が帰ってきたところに遭遇してしまった。どこに行くんだよ。どこって新居よ。は、何言ってるんだ。ちょうどよかったわ。今のあなたの部屋の机の上に離婚届置いてるから。え、どういうこと。不倫をしているあなたとは離婚するって言ってんの。え、更新所の調査結果も出てるから、言い逃れはできないからね。ま、待てよ。落ち着いて話し合おう。いやよ、
あとは弁護士を通してやり取りするだけ。お母さんたちには全部伝えてるから。あんたが不倫をしてるって言ったら喜んでたわよ。さっさと出てけって言われたわ。この家の家賃の半分以上を私が払ってることも知らずに、よくそんなことが言えたものだわ。私がいなくなるんだから、一人で家賃支払うの頑張ってね。もちろん、慰謝料は請求するから。そんな。絶句して膝から崩れ落ちる夫を横目に、私は車を発進させた。その後、義両親からも電話が来ていた。ちょっと、どういうこと？どうして家具や家電が一つも残っていないのよ。私、言いましたよね。私物は全部回収するって。あの家にあった家具や家電は全部私が買ったものですから、私が持っていくのは当然でしょう。嘘でしょ。本当ですよ。私の方が雅人さんよりも収入がかなり高いんですから。義両親はそうだと思っていなかったようで、ものすごく驚いていた。あと家賃のこととかもちゃんと息子さんから聞いてくださいね。お母さんたちが今までのように、1円も出さずに済むような状況にはならないと思いますから。そんな。頼む。戻ってきてくれ。それは困るんだ。私たちは家も大した額で売れず、貯金も全然ないんだ。そりゃ、あんな風に後先考えずにアホみたいに散財をしていたらそうでしょうね。でも、私には関係のないことですから。あとは弁護士を通じて息子さんと離婚の手続きをするだけです。私はそう言って電話を切った。そして夫と義両親の番号を着信拒否にした。それから弁護士を通じて夫に離婚と慰謝料を請求。不倫相手にももちろん慰謝料を請求した。結果的に、それぞれから300万ずつ支払ってもらうことになった。元夫は借金を背負った上に、今まで私に頼っていた収入面が一気に減ったので、結局あの部屋を解約せざるを得なくなったらしい。そして現在はかなり狭いアパートでぎゅうぎゅうになりながら、家族3人で暮らしているらしい。だが岐阜のゴルフクラブとか、リボのブランド服やバッグなどでさらに狭くなっているらしく、ものすごいストレスが溜まっているらしい。さらに義両親が借金をしてまで浪費を続けているらしく、家族揃って夜逃げをしないといけないほど大変な状況なんだとか。元夫からそういった説明の後に助けてほしいとメッセージが来るが、全部無視をしている。私が助けると本気で思っているのなら、相当なアホだ。一方、私は単身用のマンションに住んでいるのだが、とても快適だ。結婚には失敗してしまったが、仕事は順調なのでこのまま仕事に打ち込んでいき、昇進や昇給を狙っていこうと思う。私たちが向かったのは義母に招待されていった高級料亭。そこへ行くと席が一つしか残っていなかったのだ。私の席は用意していないんですか？私がそのように聞くと、義母はニヤニヤしながらこう言った。これは家族の集まりなんだから、あなたの分の席を用意する必要はないじゃない。でも私たちの会計は支払いなさいね。そう言って義母は勝ち誇った顔をした。だが私ももう我慢の限界だ。他人の会計は払いませんよ。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫の雅人とは結婚して3年になる。私たちは共働きでお互いを支え合いながら楽しく幸せに暮らしていた。夫は家事も分担してやってくれるし、仕事も頑張っている。私は彼のことを尊敬しているし、とてもいい雰囲気で夫婦生活を送れていると思う。そんな風に幸せな結婚生活を送っていたが、それでも悩みの一つはあるもので、
しかもそれが結構私にとっては大きな悩みだった。それは義母の存在だ。夫の家は二人兄弟で夫は長男。そのため義母は長男である夫のことを溺愛している。夫は母さんは過保護すぎてちょっとめんどくさいんだよな、と言っており、マザコンではなく、義母の方が一方的に愛情過多な感じなようだ。長男が一番可愛いという感じなので、彼と結婚した私のことはもちろん敵とみなしている。しかも義実家から私たちの家までは車で20分程度。だから義実家に顔を出すようにしつこく連絡をしてくる。夫は基本的に忙しいと言って断っているのだが、月に1回は顔を出さないと今度は義母の方が私たちの家に突撃してくるので、仕方なく義実家を訪ねているという状況だ。義母が夫に構うだけなら気にしないのだが、義母は私に嫌がらせをしてくるからとても厄介なのだ。のぞみさん、お茶を入れたからどうぞ。まあ、あなたのはついでに入れた出がらしだけど、お茶の味はちゃんとするはずよ。ありがとうございます。酸っぱい。そこには大量のお酢が入っていたようで、ものすごく酸っぱくてまずいお茶だった。私が顔をしかめているのを見て、義母は腹を抱えて笑っている。あはは、その顔最高。本当にあなたっていじりがいがあるわよね。義母はそうやって唐突に予想していない攻撃をしてくる。そして普段は私を罵倒する言葉やけなす言葉を浴びせてくるのだ。しかも卑怯なことに義母は夫がいる前ではこういうことをしてこない。私と二人の時だけこうやって意地悪をしてくるのだ。最近の義母の私へのいびりは孫はまだか攻撃だ。のぞみさん、いつになったらあなたは子供を産むのかしら。私たちはまだお互いに働いていますし焦っていませんよ。それに子供は自然にできるのを待とうって夫と話しているんです。その自然なタイミングが全く来てないんじゃないのよ。あなた欠陥品なんじゃないの。え、そうに決まってるわ。本当にマサトはあなたみたいな嫁をもらってかわいそうね。義母はそんなひどいことを当たり前のように私にぶつけてくる。どうしてそのようなことを言われなければいけないのだろうか。まず夫が長男だからって私に奪われたみたいに感じて勝手に敵視してくるのもおかしいし、ありえない発言を直接ぶつけてくるのも大人としてありえない。私はこんな風に攻撃してくる義母に正直参ってしまった。夫に相談しようとも思ったのだが、夫はその頃昇進したばかりでかなり仕事が忙しかった。だから余計な気苦労を与えてはいけないと思ったのだ。自分で何とかしなければ。私はそれからというもの、いろいろと試してみた。義母を褒め倒したり、逆に嫁いびりに対して言い返してみたり。だがどれも義母の神経を逆なでするばかりで、全く効果がなかった。そんな中、義弟が結婚するという報告を受けた。私は義弟の結婚を素直に祝いながらも、義弟嫁を少し哀れに思った。嫁いできた先の姑があんな非常識な嫉妬ババアだと、きっと義弟嫁も面倒な目に遭うだろうな。その後、義弟は無事に結婚し、結婚式を挙げた。奥さんはとても美人で、なんと元モデルだという。プロポーションも綺麗で、ウェディングドレス姿は結婚雑誌の撮影でも始まるのかと思ったほどだ。そしてその後、義弟が結婚してから初めての正月がやってきた。義実家では正月に親戚が集まり宴会を行う。私は義弟嫁もきっと義母からこき使われていびられるのだろうなと思った。辛そうにしてたら私がサポートしてあげなきゃ。そんな風に考えていたのだが、実際に正月を迎えてびっくりした。舞さん、こっちで一緒に飲みましょう。
はい、お母さん。なんと義母は義弟嫁には一切宴会の準備をさせず、さらには優しく接しているのだ。本当に舞さんはとてもいい子で可愛くて自慢の嫁なんだよ。何をやらせてもダメな長男の嫁とは大違いさ。舞さんだけで嫁は十分だよ。そんなことを親戚たちに言う義母。私は怒りと恥ずかしさでいっぱいになった。どうやら義母は元モデルで、みんなから羨望の眼差しを受ける義弟嫁と一緒にいることで、自分がまるで注目を浴びているような気分になっているようだ。だから義弟嫁のことがお気に入りのようだ。一方で私には相変わらずで、台所で二人きりになると嫁いびりをしてくる。あんたは本当に気配りができない人だね。グラスが空いている人がいたらすぐに酒を注ぎに行きなさいよ。舞さんみたいに綺麗じゃないあんたには家事を頑張ることくらいしか取り柄がないでしょ。子供も産めない馬爪が。さっさと動け。こんな風に私と義弟嫁でものすごい格差を出して接してくる義母。本当にわかりやすい人というか、こんなにもあからさまに態度を変えられるって逆にすごいと思う。私はそれ以上義母を刺激しないように適当に聞き流して宴会場に戻っていった。私が義母から離れた席で食事をしていると、近くに座っていた親戚の人たちは私を励ましてくれた。あの人は本当に都合がいい人というか、態度をあからさまに変えてくる人よね。あなたも苦労してるわね。今は酒を飲んで上機嫌だから、今のうちにあなたも料理とお酒を楽しみなさい。ありがとうございます。こんな風に夫の親戚には優しい人たちもいるので、私はなんとか義母からの仕打ちに耐えられている。だがそんな中、さすがに耐え難い出来事が起きた。それはある日のこと、夫のもとに義母から電話が来た。え、父さんの還暦のお祝い？ええ、そうよ。家族みんなで集まってお父さんのお祝いをするの。もちろん来てくれるわよね。ああ、行くよ。それじゃあ、のぞみさんにも来るように言ってくれるかしら。わかった、予定を聞いてみるよ。義母は声が大きいので、夫の電話口から普通にこちらにも内容がわかるくらいに聞こえていた。聞こえてたと思うけど、のぞみはどう？来れそう？私はかなり悩んだ。できる限り私は義母とは顔を合わせたくなかった。しかし義父の還暦祝いに私だけ参加しないというのも角が立つだろう。絶対に義弟夫婦は誘われてくるだろうし、そうなると長男の嫁である私だけが不参加となってしまう。まあ義母は夫がいるときは私をいびってくることもないし、嫌な思いをすることはないだろう。私は参加すると夫に言って、その後二人で義父の還暦のお祝いの品物を買いに行った。それから二週間ほどが経ち、あっという間に義父の還暦祝いの日がやってきた。18時30分からだと聞いたので、私と夫はその時間に合わせて食事会の会場へ。私たちが向かったのは義母に招待されていった高級料亭。到着して個室の部屋に案内されると、すでに他の義家族はみんな揃っていた。あ、もうみんな来てたんだ。早いね。夫がそう言うと義弟が、いや、今日は18時からって母さんから連絡が来てただろう、と答える。え、18時30分からだろう。夫は目をパチパチとさせながら私の方を見る。私は、ええ、お母さんから開始時間についての電話が、おととい私のとこに来たけど、18時30分からって聞きました、と言った。すると義母は、私はちゃんと18時からって言ったわよ。のぞみさんが勘違いしたんでしょ。と怒り出した。まるで私のせいみたいな言い方しないでほしいわ。私はこの時はめられたと思った。
義母は私を悪者にして、みんなから非難の目を向けさせようとしたのだ。まあまあ別にいいだろう。料理がなくなるわけでもないし、こうしてみんな揃ったんだから早く始めようじゃないか。主役である義父がそのように言ってくれて、とりあえずその場は収まった。私と夫は席が空いている端っこの方へと歩いていった。しかし私はあることに気づいた。そこへ行くと席が一つしか残っていなかったのだ。まさか、この食事会を企画したのは義母だ。あの義母が夫の分を用意していないはずはない。これはつまりわざと私の席を用意しなかったのだろう。おそらく私たちに嘘の時間を教えたのも、私たちが必ず最後にここに着くようにしたかったからに違いない。私の席は用意していないんですか？私がそのように聞くと、義母はニヤニヤしながらこう言った。あれ？もしかして一つ席が足りなかったの？ごめんね。私は全員分の席を用意してもらったつもりだったんだけど、間違っちゃったのかしら。わかりやすい嘘をつく義母。夫は、どうにか席をもう一つ用意できないか聞いてくるよ、と言って部屋を出た。私もこの部屋にいるのが少し気まずかったので、部屋を出て夫が戻ってくるのを待った。するとなぜか義母も部屋の外に出てきた。義母はここが二人きりになれるチャンスだと思ったようだ。あなたの慌てている顔、傑作だったわ。こんなことして恥ずかしくないんですか？お父さんや夫にバレたら怒られますよ。ああ、バレるわけないでしょ。私があなたをいびっていることは気づかれないようにしてるんだから。そうですか。でもまさか席を用意しないとは思いませんでした。だって嫁は血のつながらない他人よ。これは家族の集まりなんだから、あなたの分の席を用意する必要はないじゃない。舞さんはどうなんですか？あの人も嫁ですが。あの子は特別よ。あの子がいれば私もちやほやされるんだから。そうですか。もういいです。たとえ席を追加できたとしても私は帰ります。当たり前よ。誰があんたの参加を許可するもんですか？ああ、でも私たちの会計は支払いなさいね。そう言って義母は勝ち誇った顔をした。だが私ももう我慢の限界だ。義母の言いなりにはならない。何バカなこと言ってるんですか？他人の会計は払いませんよ。私がそう言うと義母は顔を真っ赤にさせた。バカってあんた、姑に向かって何を言ってるのよ。いやいや、お母さんが言ったんじゃないですか。嫁である私は他人だって。それともお母さんは他人の飲食代を支払うんですか？そんな成人のようにはとてもじゃないけど見えませんが。いいから支払いなさいよ。しつこいですね。私はもう帰りますから。そんな、本当に帰る気？義母は私が帰ろうとすると本気で焦り出した。まだ何かあるんですか？お母さんが私を追い出したんですよ。今日は私がおごるって言ってるのよ。だから、この食事会の費用は私持ちになってるの。へえ、それってつまり私にお金を出させるつもりで、そんな見栄を張ったんですか？そうよ。だからあんたにはお金を支払う義務があるの。ありえない理屈だ。私はバカバカしくなり、もう帰りますと言って入り口へと向かった。義母はわーぎゃー言っていたが、無視をして料亭を出た。それから5分ほど経ち、夫から電話が来た。のぞみ、どこに行ったんだ？なんか勝手に帰って行ったって母さんが言ってるんだけど。もう私耐えられないわ。え、何がだよ。今から送る音声を聞いたらわかるわ。
私はそう言って電話を切り、私はさっきこっそり録音した義母との会話を夫に送った。実は私は夫に相談せずに自分で対処しようと思っていたので、義母と二人きりになった時に必ず録音アプリを起動するようにしていたのだ。私が音声を送って少し経ってから、夫から「俺に任せておいて」とメッセージが来た。夫がそう言ったので夫に任せて私は家に帰ることに。それから30分後、夫から「母さんのことを追い出したからこっちに来なよ」と連絡が来た。私は言われた通りに料亭へ。そして個室に入ると、夫と義父と義弟が私に謝ってきた。のぞみさん、あのバカ嫁がひどいことをしていたことに気づかなくて、本当にすまなかった。お姉さん、すいませんでした。俺ももっと注意深く母さんを見るべきでした。のぞみ、今まで辛い思いをさせて本当に申し訳ない。俺が一番お前のことを守らなければいけなかったのに。義実家の男性陣がそのように謝ってくれて、私は少し気が晴れた。夫の話によると、夫は音声をみんなの前で再生し義母を問い詰めたようだ。言い逃れできない証拠だったので、義父が大激怒し義母に離婚を告げて追い出したようだ。ちなみに義母は舞さんに助けを求めたそうだが、舞さんは私に優しくしてくれた理由にそういう裏があった以上、もうお母さんのことは信用できませんとバッサリ切ったそうだ。そして義母は誰も味方をしてくれず、どうしてあの女の言うことを信じるのよと叫んだようで、それを受けて義父が、いい加減にしろ、お前とはもうやっていけん、離婚だと言って追い出したらしい。義母がいなくなったので、一人分の空きが出て私が食事会に参加することができ、私たちは平和に義父の還暦のお祝いをした。義父は私と夫が選んだプレゼントをとても喜んでくれて、楽しい時間が流れた。支払いは私たち夫婦と義弟夫婦で半分ずつ出した。その後、義父は本当に義母と離婚したそうだ。義母は夫や義弟に助けを求めたが、二人とも義母には幻滅しきっていたので無視を貫いた。ずっと専業主婦だった義母は、現在は最低賃金のパートをしながら、ボロいアパートに一人寂しく暮らしているそうだ。やっぱり嫁いびりなんてするもんじゃないと、私は義母の末路を見てそう思った。今後もし子供が生まれて、将来的に嫁という存在ができたら、私は義母のようには絶対にならないようにしよう。とりあえず今は平和になった私たちの夫婦生活を思う存分に楽しもうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。